皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。先日ですね、コピックで、絵を描いてみた動画を上げたんですけれども、今回はですねこちら、ダイソーのイラストマーカーを使ってあるものを描いていきます。何を描くかと言いますと、先日、およそ20年ぶりにフルモデルチェンジして、新発売になりました、新型のスズキジムニーです。というわけでこんな感じで出来上がりました。まあなんというかちょっと下絵の段階で、一応頭でっかちに若干強調して描いたんですけど、ちょっと幅が大きくなりすぎて、ジムニーというよりはジムニーの、普通車バージョンのジムニーシアラっぽく見えちゃうんですけど、まあ20年ぶりにフルモデルチェンジされまして、まあ、ファンにとっては待ちに待った感じだと思うんですけど、まあ、スタイルは武骨なこのスクエアなスタイルに回帰して、まあ、それに、歴代のジムニーのデザインのエッセンスがあちこちに散りばめられていて、まあ、個人的にはかなり好きなデザインです。最近ダイソー行きましたら、このイラストマーカーの置いてあったスペースにこちら、はい、このカリグラフィーマーカーっていうのが置かれるようになってます。カリグラフィーマーカーっていうのは、分かりますかね、このペン先がちょっとこう筆ペンみたいに曲がるようになってるんですね。これによって、線の強弱がつけられて、よりこう繊細な線が描けるようになるっていうペンなんですけども、ただちょっと色のラインナップがイラストマーカー非常にちょっと少ない上に、肌色系がちょっとないんで、人間のイラスト的なものにはちょっと向かない
感じですね。今のところ5点、まあ、それぞれ2色ずつ入って、まあ、各100円なんですけど、まあ、興味のある方は買ってみてください。というわけで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。